捨て続けると激変します。はい、こんにちは。捨て活で人生好転のエツコです。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、ということで今日はインタビュアーの浩平くんに来てもらってます。はい、浩平です。よろしくお願いします。はい、浩平くん、じゃあ今日は何を話しましょうか。今日はですね、エツコさんの人生のターニングポイントについてちょっとお伺いしたいと思います。ああ、いいですね。こう人生のターニングポイントですよね。皆さんもきっとね、過去にあった方もいらっしゃると思いますし、今まさにターニングポイントの方、そして今からターニングポイントを迎える方もいらっしゃると思うんですよね。だけど人生において絶対に順風満帆にずっと右肩上がりっていうのはないんですね。やっぱり私たちはターニングポイントっていうのがあるということで、それが私はいつだったのか、そしてそれをどう乗り越えて、そしてどうなったのかというお話をしていきたいと思いますので、捨て活をもっと加速させたい方、人生を激変して楽しみたい方はぜひ最後までご視聴ください。はい、私のチャンネルでは皆様の運気アップや人生好転に向けて様々な内容を配信しています。潜在意識や脳科学の知識を組み込んで多面的にお話しますので、ぜひ公式 LINE お友達になってください。公式 LINE ではお茶会、無料勉強会、そして YouTube では話せない内容をこっそりとお話していますので、ぜひ公式 LINE お友達になってください。はい、ということで早速じゃあ行きましょうか。お願いします。はい、視聴者さんの中にはやっぱり日々、ね、生活でモヤモヤしている方たちたくさんいると思うんですけど、うん、そういった方たちやっぱ人生好転していきたいって思ってるわけじゃないですか。はい、悦子さんはまずその人生を好転させたいって思ったきっかけって何だったんですか。私が、ちょうどこう、主人がその時いて結婚してたわけですよね。平凡な家庭というか、子供はいなかったんですけど、2人で生活してたんですよね。で、旗から見たら、あ、いいご夫婦ねみたいな感じですごく言われてたんですけど、自分の中でずっとモヤモヤしてるんですよこれみたいな。なんか内情を皆さん知らないじゃないですか。そうですね、外見しか知らないんで、はい、なんか仲いい夫婦みたいな感じで見られるんですけども、でも仲悪くなかったけど、めちゃくちゃいいかって言ったらうんみたいな、なんかそういうのがあって、でもそれは別にこうね、人様にはお見せすることはないですよね。そんなのがずっとあって、でほんでなんかこう自分の得たい結果も得れてなかったわけですよ。それが経済状態であったりとか、メンタル面だったりとか、なんかそれこそもういろんなそのリレーションシップだったりとか、全てね、もう全てのことにおいて、なんかこんなはずじゃないねんけどなっていうか、ずっと募ってて、でなんかもうこのまま自分のこの過去やってきたまま同じことやっても一緒やんって思ったんですよね。だって今まで散々やってきて、もうその結果が今なんですよっていうことが分かって、じゃあもうこれあかんわってマジで思ったんですよ。でもここで人生変えるしかないって思った時に、私はもう師匠を見つけたんですよね。それが最初のコーチなんですけれども、でそのコーチに、いやもうちょっとねコーチングお願いしますって私はね自分から言ったんですよ、ほんでもう本当に人生変えたいと思ってるんで、よろしくお願いしますということで、結局その方にお願いして、こう変わるきっかけになったっていうのがその時ですね。その師匠って何が決め手でその方を選んだんですか。それはですね、もうだから YouTube なんで、ね、見てたんですけれども、もうなんかその方が言ってることがすごい、なんかそうかもしれんみたいな、確かにとか、なんか今までの自分の概念とちょっと違ったわけなんですよね。あ、そうなんですね。なんかちょっと新しい概念というか、でも確かにみたいな。私って昔なんかスピリチュアルとか大好きでね、はい、引き寄せの法則とかで、なんかもういい気分になってればいいとかね、そういうの情報いっぱい入れてたんで、でもそれ別に間違ってるわけじゃないんですよね。全然合ってるんですけど、なんか都合のいいように捉えてるんですよ自分が。もう何も私はしなくても、なんかいい気分にさえなってればいいんじゃないのみたいな、こんな感じだったんですよね。でそれを散々やった挙句、何もならないということに気づいて、でそうじゃないことをお話しされてたんで、もうそれかもしれんと思って、もうなんかもう YouTube 見まくったんですよ。なるほど。うわーって、ほんでもう確定みたいな、もう確信しました私みたいなんで。どっちかというと自分に都合のいいこと言ってくれる人よりかは、なんかこう真逆の価値観、価値観をぶっ壊してくれるような存在の人が、すごくメンターとしてふさわしいかなって悦子さんは思ったんです、ね、そうですね。じゃないと自分の価値観で散々生きてきたじゃないですか、それで変わってないんやから、その価値観信念自体をぶっ壊さないと違うものにならないですよね。そうですね、単純な要は A っていう情報をずっと入れ続けて、 A っていう行動をしてずっと A っていう結果を得てるわけですよね。だけど結果が B が欲しいと思ったら、どうします？ A 入れ続ける？それ、いや入れ続けないです。いや、はい、だからただ単にそれだけ。じゃあ次は B っていう概念を入れて BBBB で、な行動も B になって結果も B みたいな、ただそれだけ。なるほどなるほど。人生変えようと思った時って、やっぱり今までとは全く違う行動を起こすわけじゃないですか、はい、怖くなかったんですか？めっちゃくちゃ怖いよね。
もうなんか、私これで変わらんかったらどうしようとか、もちろんコーチング代金を支払いしてるのでただじゃないわけですよ ね、 ほんならそのなんかもう私大丈夫みたいな、変わんの私みたいなっていうのがあったけども、そんなことでもう何とでもなったらみたいな感じだったんですよねもうそんなこと言ってる暇なかったんで私、とにかくなんか自分の今のその時の状態を変えたかったし、こう理想の未来っていうのが私はあったんでね、やっぱこう海外住みたいなとか、こんなライフスタイルがいいなっていうのがあったんで、とにかくそっちに1ミリでも進めるんやったら、可能性があるんやったら、もうこれにかけるっていうふうに思ったんですね。なるほど、うん、その怖いって思った時に行動できる人とできない人ってやっぱいるじゃないですか、はい。それで悦子さんが行動できたのは何が決め手になったと思いますか、うん、あ、これは2つあると私は思ってまして、まず1つ目はその時の現状がマジで嫌。ああ、なるほど、うん、もう死ぬほど嫌、うん、もうマジで変えたい、もうこんなクソみたいな人生は嫌みたいなもうこのまま行くの私今終わってる、無理無理無理みたいな、まずこれ、うん、だからこれを捨てたかったってことですよね。でもう一個はもう最高の理想の未来ですよ、私がよく言うゴールとかね、夢とか、こういうやつね、うん、これがやっぱねあったんでね、あ、もうこれを叶えたい、ここまで行かなくてもこれに近づけたらええやんっていうことなんですよ、うん、だからこの2つがあるとすっごい強力ですね。うん、なるほど、うん、結構ゴールセッティング悩まれてる方って多いですよね、視聴者さんの中でも。あ、多いです、もう皆さんね、もう皆さん今ね、あの Zoom のお茶会っていうのを私やってるんですけど、もうそこであのいただく質問はこれが捨てられないんですっていうのはね、もちろんあるんですけれども、それよりもゴールセッティングできないんですっていう質問いただくんですごい嬉しいんですよ。あ、皆さんなんか夢とかゴールとかなんか思い描きたいと思うようになったんや、めっちゃ嬉しいって感じですね。すごい皆さんに浸透してきてますね。そう、でも描いていいし、むしろ人間って欲まみれなので描かない方がおかしいんですよ。実際コーチング受けてみて最初に感じたことってどんなことだったんですか？もう最初はね、不安だらけ、うわーこんな感じみたいな。自分って変わりたいと思いながら変わりたくないじゃないですか、潜在意識の中では変わりたくないので、変化していくときに恐怖がめっちゃ出てくる、それとの戦いなんですよね。だから私はすごく心がけてたことは、まずは思ったことはやる、要は思ってることと行動を一致させていくっていうのをすごい意識したんですね。でこれをやると自己肯定感がすごく上がってきて、あ、私ってなんかすごいんや、できるんやみたいな。そうしたらどんどん行動がまたさらに加速するっていうことですね。あとはとにかくそのね、うちの師匠の信念の方に近づけたかったんで、もちろん連絡も取るし、わからないことあったら聞くしみたいなのね、よくやってましたね。なんか師匠から言われたことで、うん、これめっちゃ抵抗あったなっていうのありました？ありましたね。それがやっぱね、この物を捨てるっていうのはいけるんですけれどもね、人間関係も整理しましょうって言われた時に、そこかみたいな感じでしたね。確かに抵抗ありますよね。うん、あるよね、はい、うん、なんかみんな仲良く平等にみたいな私たち概念が入ってるんで、まさか人間関係を整理しましょうとか言われたら、みたいな感じになるんですけれども、まあ、でもよくよく考えたら、そらそうやみたいな。でもし自分がね、例えばまあアメリカでもね、まあ、フランスでもどこでもいいんですけれども、もう住みますってなったら勝手に人間関係整理されるじゃないですか。そうですね。そうしたら合わないですよね、もう、はい、うん、っていう感じで、それをまあ能動的にやるか受動的にやるかだけの話ですね。確かにそうですよね。なんか、うん、例えばですけど、就職したとか、うん、何か結婚したとか、何かしらのタイミングで人間関係書き換わったりしますもんね、うん、そう。だからもう小学校とか中学校とか高校って強制的に人間関係が変わってるんですよ。そうですね、環境がどんどん変わるんですよね、うん、でそれでいいっていうか、まあ不思議じゃなかったですよね、はい、そういうもんみたいな。だけど社会人になると人間関係がピタッと固定するんですよ。そうですね。そうでしょ、はい、なんかそれこそ仕事変わらない限り、住む場所変わらない限り、人間関係で固定するんですよ。でそうなると自分の概念も全てが固定してくるということで、そう考えると別に人間関係書き換わっても、ね、うん、自然な流れですよね。全然 OK なんですよ、うん、だからそれでよしなんで、全部循環させるんで、それでよし。これ実際コーチング受け始めてどれぐらいで手応えを感じ始めたんですか？あ、もう私はもう数週間かな、てかそれこそ1週間とかやと思うけどな、はい、手応えでしょ自分の中で、はい、うわこれめっちゃすごいかも、コーチングマジでやばいって思ったのはもう数日やと思いますよ。あ、そんなに早かったんですね。お、早い、うん、行動量としては他の人と比べたらエスコさん結構早い方だったんですかね？うん、早かったと思うか、ちょっと自分では分かんないんですよね、はい、他の方と比べてないので分かんないんですけれど、うん、まあ、だからそんなことよりも自分が早く変わりたかったんでっていうのはあるし、うちのクライアントさんでもやっぱりその行動が早い人はもう結果ももちろん早いじゃないですか。あの、かといってここでじゃあ私行動できてないんやとか言って、そういうのをめげる必要は全くなくって、あの1ヶ月前のご自身と比べてみてやね、なんか変わったよねみたいな、うん、だからそれで
いいんですよ。ただその究極の未来っていうこのゴールですよね、これがあるとそれが早くなるんです、加速するので、これを持ってほしいっていうところがすごくあって、で持てるから、皆さんあるから、もう究極の未来、大好きな夢、もうやりたいこと絶対あるので、それをまずね諦めないでほしいってことですね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今日は私のねターニングポイントの話をしました。その前の私はこんな感じで、ターニングポイントはこんな感じで、私もコーチングを受けて最初不安やったけれども、それがどん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 行動することによって加速してどんどん変われるようになったということになります。はい、またねわからないこと、質問、感想ありましたらコメント欄使ってみてください。今日の内容がちょっとでもいいなと思いましたら、いいねボタン、チャンネル登録、そして公式 LINE の友達になってください。ということで今日は浩平君ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、またね、ターニングポイント以外にもね、皆さんこんなん聞きたいっていうのありましたらね、コメント欄書いてみてください。はい、今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。See you!